そのようだ。だから娘を救えなかった。ああ、少なくとも私よりはあるはずだよ。聞きたいことはこれで全部かな。それは妻にでも聞いた方が早いだろうな。あれは仕事に対する情熱なら、そうそう誰にも負けないだろうから。ああ、それからマージをもう渡したのなら、私のこと通りに伝えても構わないよ。いや、むしろそうしてもらった方がありがたいかな。積もらないといいけど。そうかな。今だって作ろうと思えば作れるんじゃないの？作ろうとしないだけで。こんばんは。こんばんは。その参考書。あ、今からその受験対策と思って。木下君はもう将来の夢も決まってるんだって。あ、弁護士です。国さん。はい。その。何？気になっていたんですが。事件があったそうですね。家の近くで。ああ、うん。大丈夫でした。なんかその怪我とかは。あ、それは全然。
そうですか。よかったです。心配だったんです。ありがとう。いえいえ。あ、もう、そう、それじゃ、僕は、これで。うん、バイバイ。ちょっと困るけど。努力家みたいだし、いつかは弁護士になっているんじゃないかな。本当に時間に正確だったんだね。雪で滑らないようにって塾の先生すごい強調してた。縁起担ぎだよ。作った人なんているの？それもそっか。知り合いってこと？
そうだったの。それ、本当に本当？びっくりした。お父さんが。夏美の。夏美の。わかるよ。もったいぶるとかそういうことじゃないよ、きっと。最初からお父さんのことを持ち出したとしたら、私が反発して使わないと思ったんじゃないかな。私とお父さん、あんまり仲良くないからね。それだけじゃないんだけどね。私の責任は重大ってことだね。可能性しかマーチで探すことができなくて、お父さんがそれに失敗しちゃったなら、私の頭の中にその可能性が。京介、これからは毎日送り迎えしてくれないかな。うん。え、本当？だっていいって言ってくれるとは思わなかったから。それじゃ、また明日ね。どうしたの？今日はいつにも増して、その気がなさそうな感じがする。
私にはわかるの。そんなんじゃない。けれど、自分が自分のすべてを把握しているわけじゃないから。やっぱりいつもと違うから。うん、やめたくないけど。私、わかった。お兄ちゃん、きっと誰かのことが好きになっちゃったんでしょう。だからだと思う。今日のお兄ちゃんが違ったの。あら、どうして？けれど、感情を止めることは誰にもできないから。そこまでは言っていないかもしれない。気になる程度なのかも。もし私の考えが間違っていないなら、私は。